夏休み特別企画吉川メイにそこんとこ聞いてみた子育て編。イエーイ <laughs> このコーナーでは吉川メイさんに今子育てなんかいろいろされてますが、実際になんかどんな失敗があってどんな気づきがあったのかみたいな、うん、ちょっとこう失敗事例みたいなところからの話を聞きたいと思います。はい、まず最初に皆さんに見ていただきたいのはこちら。<laughs> これ、これメイさんですよね。そうです。これど、どういう状況なんですこれはですね、とある冬の日。えー、長男は小学校低学年、えー。次男はまだおっぱい飲んでる頃。旦那さんは結構、仕事で夜遅くなる時があって、 で、すっごいハーードワーク。多分ね私まだ仕事復帰はするかしないかぐらいだったかもしれないんだけどもうねあの長男学校のため学校準備のために今朝5時台に起きててで。 長男の学校を準備して、まあ、次男の面倒を見ながら洗濯物回したりとかして旦那さんの朝ごはん作って旦那さん行ってらっしゃいしてで赤ん坊の面倒を見てでも夜になってもあ晩ごはん作って旦那さん帰ってくるの遅かったら2回目だよね2回晩ご,晩ごはん作って。 で、お休みするんだけれども夜中の授乳とかしててでもまた起きる時間みたいなすっごい寝不足にいろんなことに追われていてぶっ倒れる時はうつ伏せっていう写真なんだけどこの時の私の脳内のコメントは神様ななんんててい,いねってなるんですよ。<laughs> でなんでねこの写真は、まあ、当時のインスタグラムにあげた写真なんだけどなんでシェアしたかっていうとこのまあ 心の声って人それぞれ様々だけど私にとっての神様なんて稲があなたにとっての昆虫症なのかとかなんか死んじまえなのかとかもう死にたいなのかとかいろいろだけれども心の声って激しいと思うので何が違うかって以前の私だったらもう神様なんて稲に入り込んでどつぼにはまってたと思うの。 でも、まあそのヨガとか瞑想とかマインドフルネスとか続けているおかげで私はその状況は変わらなくてもううつ伏せで倒れたいぐらいドーッと疲れていたんだけれども神様なんていねえっていうことを思った時に神様なんていねえってたった一つの思考だなって見て気づいている自分がいてそれを感じたことには変わりないけれどもあそれを見て気づいてあ この思考もスルーしてでまた寝れば治るとかあの分かっている自分もいてそこからあ今ってこういう過渡期なんだなっていうことを認めた上であの子育てのこの時期ってみんな大変だし私もみんなと一緒だしっていうことを認めてさあ今日も頑張ろうっていうマインドセットに切り替えていくところなんだけどでもほらなんかインスタグラムとかなんてさ みんな美しいところばっかりこう切り取って見せることってすごく楽だからこういうところを共有するのも大事だなと思って。<laughs> もし今もう一度やり直せるとしたらあの失敗をこうやり直したいなみたいな話をお聞かせください。あ一番は度が過ぎたかかななんかさもう すごくやっぱり、まあ、特に長男の時はだよねやっぱりなんか2人目とか3人目4人目いる人はなおだけど増えれば増えるほどこう年月も経ってったりまったりするところ丸くなったりもするだろうけれども長男長女の時って誰もがめちゃくちゃ頑張るんですよなんか一番いい母ちゃんでいたいし一番なんかあのキャリアウーマンとしても働きながら輝く母で家のこともちゃんとやって。 あの義理のご両親にはいい顔見せてみたいなのすごくあると思うしその中でとにかく頑張りすぎて減るののはもう自分の睡眠時間だったと思うのだけど自分が眠れてないとやっぱり疲れてどこかでしわ寄せが来たり結局子供に当たっちゃったりとかあ優しくなれない自分とかパートナーにも当たっちゃったりっていうのがきつくなるからもう寝不足だね一番は。 でも実際やらなきゃいけないことがあるわけでそれはなんかいつなんか諦めるとかあとはデレゲイトほ他の人に任せられることとかなんか全部自分でやろうとするんだよなんか初めての母とか初めての父とかも多分度が過ぎて頑張り過ぎちゃうっていうことは自分で背負い過ぎているところがあって、まあ、何せ初めてだから要領が悪いの。 ね、で結,結局それを教えてくれる人とかもいなくてやりながら失敗して学んであこれは誰かに任せようとかこれはちょっとこう緩くやろうとかっていう加減がだんだん身についてくるんだけど最初の頃に戻れるのならば最初からそのいい加減でやりたかったなって思います。他にもありますか。かありますえっと失敗ねああ。 超当たり前なところではもうこれもちゃんと決めればすぐできるはずなのにでこれ絶対ね世の中のママさんぐさぐさい痛いと思うんだけどちゃんと座って食べない。ね。 おっぱいとかあげてて、しておっぱいあげながら自分のご飯食べてみたいなことを平気でするのよ。で、今度はこの子が離乳食になって離乳食をこう。グイグイスプーンであげながら、自分もなんか半分こぼれてるやつとか食べながらみたいになってで、子供が保育園とか幼稚園行ったり、小学校に上がるとか。中でもなんか？ になにるんだよね全部で子供に「ちゃんと座って食べなさい」とか言いながら自分は立ったり座ったりなんか箸取りに行ってケチャップ取りに行っておしぼり取りに行って自分が食事の時に副交感神経が優位のゆっくりした落ち着いた自分に全く慣れていないこと。でねまあ子供にはさ「なんかちゃんと座って食べなさい」とかって言うぐらい。 それってお行儀が悪いからって思ってるけれどもこれこれ本当に私も自分の経験で痛い思いをしながら分かったことだけどあの副交感神経が優位になって食事をするっていうのは胃液とか唾液とかその消化酵素がちゃんと働く消化体制になることであって人間の体 で病気の8割方は消化器官から来るっていうけれどもそれが一番きちんと機能しないのは「あなたがちゃんと座って食べないからなんです」<laughs> で、しかもなんか子供には「ちゃんと座って食べなさい」とか言ってるのにその自分が立ったままやったりしてるとなんと説得力のないなんか全然言ってることがモデリングできていないっていうことこれは私ねもうどれぐらいだろうな。まあでも何年か経っっててやっぱり気づいて 直そうって決めた時にはもうテーブルセッティングの時点で箸とかフォークとかの予備を置いといてで あのケチャップはいらないかとか何か味ぽんはいらないとか,とか全部おかず見渡して不足しているものがないか水のおかわりのためのピッチャーを置いてみたいなのででも準備すれば母はもう立ちませんって宣言して座ってうちはいただきますからごちそうさままでは誰も立たないっていうのをあのもう極力ルールにしてるんですけどあの決めればでできるんですよ。これ皆さんに是非おすすめしたいですね。 うん、食ある。あとは私もすごくよくわかるしみんなからよく聞くのはあのイライラでこれ結構もうイライラの大半は一番寝不足な時に起こるからしっかり眠れていればそのイライラするとかむしゃくしゃするとか。 ってなるみたいなのもだいぶ避けられると思うんだけどでもこれ私も全然あったのなんならね、うん、それこそ長男がまだ1歳とかかなあれですよこのそれこそおっぱいあげてあの寝かしつけるんだけれども寝かしつけたあとにもう一仕事したいとかって分かってると <laughs> 早く寝てくれないかなみたいなふうになってでそ そ,ーっとそーっとやっと寝たと思ってそーっとそーっと置いてウエ、ね、ーンとかなっちゃうウウウってなるやつあれ。でその時にね私ねあのよ隣の壁にねボンって怒って叩いた時に当たりどころが悪くてなんか分かんないけどあの、あ壁紙柔らかいところスコーンってね穴開けちゃったこととかもあって、ね、<laughs> すごくいまだにあの、姉とかに冷やかされるんだけど。 イライラです。イライララ対策はこれもやっぱりあの寝不足と近いものがあるんだけど全部自分で抱えすぎていてはけ口がなない。なんかあこんなに疲れているんだとかなんかこうほら頑張り屋さんほど愚痴をこぼさないようにするじゃない。で、なんか愚痴をを言うことを ノーマルにしてほしいっていうわけじゃないんだけれどもあ疲れているな誰かに聞いてもらうてか解決を求めるためじゃなくて誰かと共有してその自分の背負っているものを軽減させるっていう意味だけでもお友達とかパートナーとか平峰法でいいからもうただちょっとはけ口になって聞いてくれるって言ってバーって出すだけでもすごく圧力鍋のさなんか圧がプスッて抜けるみたいに。 気が抜けると思うんだよねだからそのなんかグチュグチュした気持ちとかドロドロした自分のフラストレーションとかをこう美しぶって自分の中に溜めないなんかこまめにはけ口友達とかなってもらって出しているってすごく大事だなと思います。いろいろしてる本人はね なんかわ今メイさんが話されてたみたいな私イライラしてるなに気づけるかどうかっていうのが結構大きそうですねイライラしているなに気づけるかどうかうん、そうでもなんか多分そうねイライラってほら小さいところからだんだん大きくなったりするから気づいていなかったら気づくまでどんどん大きくなると思うのだからそういう意味では気づくまでは ほぼ誰でもあ自分すごくイライラしてるとかフラストレーションがあるって気づけてると思うんだけど気づいたところでそれの適切な対処法は実は表現すするこことととななんだってていいいいううを許していない人はすごく多いと思うのそれ結構カルチャーもあってさなんか我慢は美徳とか何かいい母親は愚痴はこぼさないとかなんかそういうきれい事って多いなって思って。 うん、でもなんかね人と話すと笑いに転じることがあって私の友達さもうすごい何年も前のことだけど念願の長女が生まれた時にもうすごく妊娠頑張ってて「いや,あのやっとできた」ってなってやっと生まれた赤ちゃんまだ2ヶ月弱ぐらいの赤ちゃんを初めてこう抱いてうちに。 あのその親友の子がねうちに来た時にその赤ちゃん抱っこ紐から外してこうやって「ほいほい」って言って「め <laughs>、ね、ちょっと任せた」って言って「おい」って、ね、赤ちゃん私に渡されてソファーでもうゴローンってゴローンってなって「ちょっとマジここで寝かして」って言ってすごく脱力してたんだけどその子がね ロッと言ったのはその娘の名前を言いながらなんかもう本当に可愛いし本当に好きだけどさ時々さマジで駐車場に置いときたくなるって言ったの。多くの人にとっては絶対キンクじゃんそんなのなんか冗談でも言ってはなりませんみたいなふうに考えている人って少なくないと思うんだけど思ってるんだよ言ってなくても思ってるのならば同じじゃん。思っっちゃったならば 言ってあげた方が実は親切で実は健全だと思うので彼女の場合はそのダーってなりながらマジで駐車場に放っときたくなるって言ったことで私にも「あそれぐらい疲れてるんだなもう寝な2時間ぐらい寝な私ここで抱っこしてるから」って分かるしあの私もあなたの気持ち分かるよって共有もできるしあなたそんなことを思ってしまったあなたは一人じゃないよって。 って言えるることでででめちゃくちゃゃくメンタルヘルヘス的にもサポートできるんですよねだからすごくそこって逆さまなんかパラドックスに聞こえるかもしれないけどどんなにドロドロな思いでも思ったならば素直にシェアしちゃった方がまあ私はそれで今でも笑い話になるぐらいだからでもなんで笑えるかっていうと思ったことがある人は彼女だけじゃないと思うんですよね。 話せる相手がいないって大切ですよ、うん、すごく大事だと思うしなんか話せる相手がいないって思っている人は本当に話せる相手がいないんじゃなくて話せる相手がいないって決めつけて閉じこもってしまっている場合がすごく多いなと思うの。だって変な話話し相手誰でもいいんですよ。 まあ親友で話せたらベストだしもしかしたら兄弟とか姉妹がいるかもしれないしお友達とか近所の人かもしれないしもしそうでなかったらあのそういう行政のホットラインみたいなちょっと話聞いてくださいみたいなところもたくさんあるしうーんねあのなんか分かってもらうために言うっていうよりかはだからあっ こんでもそんなこと人様に言ったら自分って悪い人だと思われてしまうかもみたいな恐れがあるんだったら話し始める前に「いやちょっとただなんか泥こぼしたいだけなんだけど聞いてくれる?」みたいななんか許可をあらかじめ取ってそれではけ口になってくれるって言って言わせてもらうっていうのはすごく賢いチョイスだと思う。